感想やコメントお待ちしてます。あー、ついにこの日がやってきましたね、ファンク先生。やってきたね。もう続編が待ち遠しすぎて、もみあげがこんなに伸びてしまったよ。もみあげ長ってか、もみあげより眉毛ゴルゴか。ゴルゴだって失礼だ。これはゴルゴじゃない。誰が見ても永遠のロックスターエルビス・プレスリーじゃないか。なるほど、プレスリーってピンとこないわ。先生、久しぶりのポケがちょっと雑すぎませんか？冗談だよ。あまりに楽しみだったのでドンキで変装グッズを買い込んでしまったよ。ドンキで何買ってんねん。もう真面目にやってくださいよ。でもこうして君とまた会えたということは、なんとシリーズ続行決定です。たくさんのチャンネル登録ありがとうございました。想像以上のチャンネル登録をしてもらってびっくりだったね。すごかったみたいですね。皆さんの反応が制作チームのモチベーションになるので、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よし、前回の続き行ってみよう。そうそう、このシリーズを初めて見た人は右上にリンクを貼っておくから見てみてね。前回のプログラムは保存してあるかな。どこでしたっけ。メニューのファイルからノートブックを開くだよ。保存を忘れちゃった人は概要欄に貼っておくからコピーしてね。あ、ありました。よし、念のため実行してみよう。ちゃんと計算できてるかな。はい、OK です。よし、じゃあまず1行目に注目だ。合計金額イコール2万ですね。これはどういう意味かわかるかな。確か合計金額という変数に2万という数値を入れたということでしたよね。その通り。これをプログラムでは代入と言うんだよ。よく使うから覚えておいてね。代入か、なるほど。じゃあ次の2行目はどういう処理か説明できるかな。酒を飲んだ人と飲んでない人の人数をそれぞれ変数に代入してます。その通り。じゃあ次の行は合計人数を計算してます。その通りだ。変数通しても普通の数字のように計算ができるんだったね。言い換えると変数合計人数に酒を飲んだ人と飲んでない人の合計を代入したというわけだ。つまり合計人数には今2たす2イコール4が格納されているということですね。その通り。割り勘の計算をするには合計人数が必要だから、その時にパッと使えるように変数に入れてるんだ。いや、同期で買った変数グッズで遊ぶのやめんかい。気が散るわ。しかも最後のやつテーマ何。久しぶりだったからついつい嬉しくなって。ごめんごめん、どこまで行ったっけ。合計人数のところです。この次の飲んだ人だけ払う額からちょっと難しくなりますね。 OK、 説明しよう。今回の割り勘なんだけど、みんなで合計金額を均等に割るだけじゃダメだよね。はい、飲んだ人は1000円多めに払うように計算してほしいです。それを実現するためにどういう計算が必要か考えてみよう。いろいろあるんだけど、一番シンプルな計算方法でいくよ。図を見てね。まず4人で均等に割った場合はこうなるね。はい、4人みんな同じ金額です。だから合計人数を4で割ることで1人当たりの金額がわかります。 OK、 じゃあ次に飲んだ人が1000円多めに払う場合を考えてみよう。負担金額を出すためにはどんな計算になるかな。合計金額から1000円 ×2 を引いて余った額を4で割るかな。やるじゃないか。クマのくせに難しい計算もできるんだね。おい、こら、バカにすんなよ。まさに君が言った通りだ。今回のプログラムはそれをやってるだけなんだ。なるほど。ということはこの行は図でいうところの飲んだ人だけが払う金額の合計を計算してるってことだ。そうだよ、次もわかるよね。はい、余った金額を計算してます。その通りだ。これで割り勘を計算する準備ができたね。最後の行を見てみよう。カンマがありますよね。そう、ちょっとややこしいけど、カンマが出てきたらカンマの左側、カンマの右側を別々の計算として見るんだ。つまり複数の計算を1行で表示する便利な機能という理解でいいよ。なるほど。飲んだ人、飲んでない人、それぞれの金額を計算して表示しないといけない。だからカンマを使ってるんですね。その通り。カンマの左右を比べて何か気づくことはないかい。カンマの左側は余った額を合計人数で割って線を足してる。これはつまり飲んだ人が払う額だ。うんうん。右側は飲んでない人の払う額です。完璧だ。しっかり理解できたようだね。はい、図があったので簡単でした。なかなか筋がいいよ。そうだ、今晩久しぶりに飲み会があるので早速このプログラム使ってみます。いいねいいね。最初にも言ったけど、プログラムは使ってもらってなんぼ。みんなに感想を聞いてみるといいよ。そうします。それじゃあ久しぶりの飲み会楽しんでおいて。いやだれー。この動画は制作著作 LINE デベロッパーズコミュニティ演出&ボイス提供ボイスアップラボでお届けしました。次回も見てね。